ルモイ本線の駅である。電報略号は地図。一部の普通列車は通過する。1977年のチップ別駅と、周囲約500メートル範囲。上が、ルモイ方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する地名より、アイヌ語に由来するが諸説ある。旧駅名の、 筑区も、町名の語源の一つとされる、筑ペから取られたもので、村名に合わせる形で解消された。単式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは、線路の西側に存在する。点鉄器を持たない、防線駅となっている。かつては、相対式ホーム二面二線を有する、列車交換可能な交換駅であった。当時は、互いのホームは、 駅舎側ホーム中央部分と対向側ホーム南側を結んだ構内踏切で連絡した。駅舎側が下りの一番線、対向側ホームが上りの二番線となっていた。その他1983年4月時点では一番線のルモイ方と二番線の深川方を結ぶあたり線を一線、一番線のルモイ方から分岐し、 駅舎北側のホーム切りかき木部分の貨物ホームへの貨物側線を一線有していた。交換設備運用廃止後は1993年3月までに線路は撤去されたが、ホーム前後の線路は転鉄機の名残で湾曲していた。深川駅管理の無人駅となっている。駅舎は島内の西側に位置し、ホーム中央部分に接している。 開業当初から数度の改修を経ていると思われる1971年改築の友人駅時代からの駅舎が残っている木製の外壁には劣化が見られる駅舎とは別棟で駅前に山小屋風のトイレ棟を有するホームは砂利式となっている1983年4月時点では駅舎とホームの間に松や白樺を排した池があった 1935年の時点で、米で、名高いチップ別と記載され、クワと銃を持ったヒゲの兵隊と米俵の置かれた他の、イラスト入りの駅スタンプが設置されていた。これは当駅発の駅スタンプであった。1日の平均上工人員は、以下の通りである。チップ別町の中心駅である。周辺は米どころであり、農業用の倉庫や米国工場が並ぶ。 ありがとうございます。